キテグリは、スズキメネズッポかの海水魚。鮮やかな体色のため、熱帯魚としてアクアリウムにおいて人気がある。英名はマンデリンフィッシュ。キテグリの分布域は、琉球諸島からオーストラリアにかけての太平洋と考えられている。サンゴ小体に生息する。キテグリは、1927年にフィリピンで研究をした。後に、 公安手グり族に分類が改められ、学名は、新ヨーラパススプレンディガスとなった。俗名の新ヨーラパスは、古代ギリシャ語で、手のような足を持ったを意味する。種小名のスプレンディガスは、ラテン語で、素晴らしい、豪華なを意味する。錦木手ぐりが所属する、公安手グり族は、鈴木木根ズッポアモクネズッポカに属し、十亜族五十一種がところ属するとされている。 錦色手繰りは、スポッテッドマンダリンフィッシュなどと同じ港湾手繰り、ア族に属する。また、分類方法によっては、独立した族である錦色手繰り族に分類することも、ある。和名の錦色手繰りは、漢字で表記すると、錦色手繰りである。錦は、体色が鮮やかな様子に由来し、手繰りは、底引き網によくかかることに由来すると考えられている。英名は、マンデリンフィッシュだが、 これは、西木手繰りの退職が、新潮時代の官僚であるマンダリンの色鮮やかな衣装を想起させることに由来する。他にマンダリンゴビー、グリーンマンダリン、ストライプとマンダリンフィッシュ、ストライプとドラゴネット、グリーンドラゴネット、サイケデリックマンダリンフィッシュなどといった英語表記がある。また、血魚も英語でマンダリンフィッシュというが、分類的には禁煙ではない。 全長は5から7.5センチメートル程度。体色には青色や筋力色が混ざり、体模様や反転など不規則な模様を持つ。第一背びれには長いトゲがあり、第二背びれには筋力色の反転がある。二色手ぐりは青色色素によって青い体色を呈する、ごく限らない本種から初めて確認された青色を呈する、色素法は青色素法と名付けられ。 本種の他には、同族のスポッテッドマンダリンフィッシュでしか、確認されていない。他の変音動物の青い体色は、色素由来ではなく、薄いプリン結晶の重なりによる白膜の干渉作用によるものが種であると考えられている。正面から見た二き手ぐり二き手ぐりは、サンゴ小体に生息し、特に硝子や、沿岸のサンゴ小体などを好む。泳ぎは遅いが、 海底近くで採示することや体の小ささのため発見はそれほど容易ではない。甲殻類や様々な無脊椎動物を餌としている。キテグリの腸内を分析したセトビエトールの調査によるとキテグリの餌は海足類に所属するハルパクチクスメの各種や五海などの多毛類、小型の貝類、横エビ、魚の卵、貝虫などである。鮮やかな体色のため 観賞用の熱帯魚として人気が高いが、飼育は難しめであるとされる。その理由の一つとして、餌付けの難しさがあり、生きた短脚類や飼い足類しか食べないこともある。しかし個体によっては人工の餌になれることもある。また西キテ繰リは、1987年に発行されたラオスの39キープキッテア、1993年に 発行されたミクロネシア連邦の40セント切手の額面に描かれている。ありがとうございます。